ただ家族のこと。綾乃はお姉ちゃんだから、みんなのことよろしくね。レンガの壁、小さな家の中でひそひそ話そう。秘密の作戦みたいに連れてこられた三人の真っ赤な目には、大人に隠してた過去がある。怯えた顔で、僕は化け物だから、私は告げる、そんなことはないよ、はないよって。真っ赤な色は主人公の色だから、主人公の色だから、だから怯えていなくてもいいんだよ、なくてもいいんだよ。面白いこと悩んでは、今日もお姉ちゃんだって、ほら見ていて、赤いマフラー付けた秘密組織みたい。茜色染めて始めよう、小さなヒーローのふりだけど、少しでもまた笑えたらって、今日も家族でいよう、幸せを願う、風めぐり大人になった世界は、理不尽に曲がる誰かの陰謀みたいに膨らんで消えた。愛する人の涙は誰も気づけなくて黒くなる。狂い出してた、気づいたらもう誰に出ているのかな。きっと私は怒られちゃうな。だけどちゃんとお姉ちゃんになれたかな。